だけど彼は必要で、一人でいる方が楽だけど付き合いもあるから、理想と現実の境界線なんてないと信じてたのに、世界中ではいろんな事件がニュースを引き寄せる、僕にとっては今夜の予定が何より重要で、普通に生きたいと思えばきっと普通に迷うものだ、この道が続くなら僕たちは走り続けるのだろう、追いかけて追いかけて手を伸ばせ、全て受け止めてやる、自分騙して言うほどまかして、それでも明日はやってくるから、また一日をこなす、大切なことだから目に見える